マルティン・シュミットは、スイス出身のサッカー指導者。長年にわたりドイツブンデスリーガの1、FSV マインツレーゴで指導したことで、ドイツで知られるようになった。欧州最高位指導者ライセンスの UEFA、プロライセンスを保持。ドイツ屈指のマインザートレーナー・シミードの代表格の一人で、その他ユルゲンクロップや、トーマス・トゥヘルラ多くの若手監督を抜擢したことで、知られる。 クリスティアン・ハイデル・ SD がマルティン・シュミットをブンデスリーガの監督に引き上げた。34歳で地元アマチュアクラブ FC ラロンのコーチに就任。2003から04シーズンからは同クラブの監督として5シーズンに渡りチームを率いる。2008年7月にスイススーパーリーグ一部に属する FC トゥーンの U21 チームの監督に就任。2009年 ドイツ・シュトゥットガルド郊外で開催された U2 例の国際大会でトーマス・トゥヘル監督率いるドイツ U19、ブンデスリーガ王者の1、FSV ・マインツレゴを決勝戦で撃破し優勝。戦術面でドイツ王者のトーマス・トゥヘル監督を上回ったと報道されたこの大会を通してトーマス・トゥヘルはマルティン・シュミットのチームが展開するサッカーに魅了されトゥヘル自らが 同クラブのドイツ分で3が一部に属するトップチームの監督になった際にクリスティアン・ハイデル、SD にマルティン・シュミットの獲得を推薦。2010年7月1日に 1FSV マインツレーゴの U23 チームの監督に就任。例年にわたって残留争いをしていたほぼ若手選手のみのチームを鍛え上げ2013から14シーズンには初の快挙となる。 ドイツブンデスリーガ3部への昇格を果たした。また、U23 監督を務めながら、同時にトップチームのトーマス・トゥヘル監督と連携して、ブンデスリーガでの対戦相手の分析もサポートした。2015年2月17日、ドイツブンデスリーガ1部に属する1、FSV マインツレーゴトップチームの監督に就任。ルシアン・ファーブルラに続いて、 ドイツ分でーが一部の歴史上7人目となるスイス国籍の監督となった。1、FSV マインツレーゴのクラブの伝統でありながら、カスパー・ヒルマンド前監督の下で失われた強度の高いプレッシングサッカーを復活させ、2年目のシーズンとなった2015から16シーズンには UEFA ヨーロッパリーグ本大会への出場権を勝ち取るなどクラブの歴史に残る、好結果を残す。 2016から17シーズン終了後、契約満了で、計7年間所属したクラブを退団した。歴史上2番目に高い位置、FSV マインツレー後のブンデスリーが一部における平均価値点を記録した。2017年9月18日、ドイツブンデスリーが一部の VFL ボルフスブルクの監督に就任。2019年4月9日には、マヌエル・バウム監督の後任として、 FC アウクスブルクの監督に就任。降格危機にあったチームを引き継いだもののアイントラ派とフランクフルトや VFB ュトットガルト相手に連勝し、ブンデスリーガ残留を果たした。2シーズン目になった2019から20シーズン後期、バイエル・レバー・クーゼン、ボルシア・メンヒエングラート・バッハ、FC バイエル・ミュンヘンとリーグの競合相手に、連敗した後 FC アウクスブルクの監督を解任された。 2020年12月、1FSV マインツレー語のスポーツディレクターに就任した。日本や韓国の選手と縁があり、1FSV マインツレー語では、日本 A 代表の岡崎慎嗣や武藤義則、韓国 A 代表のグジ、アキラや僕柱空を、そして FC アウクスブルクでは、韓国 A 代表の池東やグジ、アキラ、韓国もという19代表のセオンホーンチョンらを、 指導している。特に、武藤義則の J リーグ FC 東京から一、FSV マインツレーゴへの移籍を強く希望した、監督であり、初の欧州挑戦となった武藤は、シュミット監督の下で42試合の公式戦に、出場、13得点6アシストを記録した。ありがとうございます。